今回はリクサダのチタン製の固形燃料ストーブを紹介します。この手のストーブは古くはバックパッキングライトのストーブや最近だと S ビットのストーブが有名なんですが、これはちょっと変わっていて、五徳の部分が平らになってます。これを見つけたので購入しました。平らです。仕組みは他のストーブと同じです。固形燃料を置くところがついていて、三脚が広がるだけです。広げるとこんな感じです。底の狭いセラカップが余裕で乗ります。このような感じです。重さはこれぐらいです。100均の燃料を使ってスープを飲んで帰りたいと思います。使った後はこのような感じです。折りたたむときはマークを探して、マークに後ろからくっつけるだけ。一本の足だけにマークがあります。そしてこのサイズ。とっても軽くてコンパクトなストーブです。今回はリクサダのチタン製の固形燃料ストーブを紹介しました。